はいどうも、水溜りボンドです。お願いします。で、毎週頑張っていきましょうということで、はい、頑張っていきましょう。はい、今日はね、スペシャルゲスト、はい、スペシャルゲストです。スペシャルね。はいどうも、はいどうもヘキトラハウスです。よろしくお願いします。やばいやばい、今日も頑張っていきましょうもうスペシャルゲストちょっとつまずいてたのやつ水と油だ、ここか。警察署があるんですよ。捕まればいいですか。やめてください。悪いことすんのだけは悪いことすんの NG。 お金やってください。何もできないで、まあでもヘキトラさんっぽい感じでね。そう、もちろんもちろん。パトカーがまあ車の速度を審査するわけじゃないですか。まあまあまあな、その法定速度のね、はい、スピードガンかかって、うん、まあ40キロのところを50キロで走ったら切符切られる、うんうん、パトカーを見る人いないんですよ。確かに、うん、パトカーがどんだけ速いスピードで走ってとか、うん、捕まりづらいじゃないですか。いや、まあ、確かに。じゃあパトカーが違反してたら俺らが捕まえに行って、はい、それそんな言います、うん、警察の警察ですよ、はい、警察の警察、この4人でどんくらいの速度で走ってんのか、携帯のアプリのスピードガンで、まあ、まあ、ちゃんとしてるはずだからね、はい、油断してるだろうから、うん、はい、これどっち見てやろうぜなそのテイストは違います。そのテイストは僕は取り出せなか、速度を追うらしいです、指で走ってるの。そうするとなんか何キロで走ってたかが分かるんだ。じゃあパトカーになぞるんだ。はい、で、はい、35、あー、いいですね、リアルって。リアル、いや、35キロぐらい、うん、40キロ。そうなんですよね。だね、この時間聞いてみさっき向こうに聞いてみろかしさ、記憶でパトカー見たってなるからすごい残ってるんです。そうっすよね。最近いつパトカー見たかって言ったら言えないっすね。言えない。覆面運転手の方ですか。パトカー持ってたら早いですね。そんなやつじゃねえ。マジですか。出てくるカメラ。あ、いいよ。そんな可能性あります。え、出てくるんじゃないこれ。お、来た来た。マジ。マジ。ちょっと。あ、来た。トミー、何してんのあいつ。はい、行こう行こう。なんかあっち撮ってる風で行きますよ。行きますよ。行きますよ。はい。行きますよ。はい。行きますよ。はい。いや、それは13キロですよ。それは13キロでしょ。めちゃめちゃ平和じゃねえかよ。なんだ13キロって。そうでしょ。でもめっちゃ嬉しかったっすね。なんか嬉しい。何この感動。なんかパチンコで確認来たみたいな。やばい、ちょっと待って。トミー何してんのチョコ。一緒に味わいたかった。ねえ。あそこにいますよね、まだ。え、いるいる。あ、いるいる。もう一回追っかける。もう一回行きますか。待ってよか。荷物やばい。荷物はない。俺のリュック前にやる。相馬さんリュック捨てたんすか。リュック捨ててる。いや、めっちゃ嬉しかったっすね。あのトミーが心配。どうしたトミー。もう来たらって俺のリュックだけ置いてある。なんかあったのかと思うよね。警察呼ぶかもしれない。うまい。いいお家だ。いた。なんて言うんだろう。え？びっくりした。誰もいなかったから。それ何？いや、だって誰かが忘れたのかな。来たのよ。え？来たの？来たよ。え？実は。終わったんだよ。で、相馬さんがリュック捨てて走って追っかけてきた。それぐらい俺らはもう心配だ。はい、ということで今日の水溜りボンドは、はい、パトカーって何キロ出して走ってるのかなっていうのを調べてみました。はい、どうだったんですか。まず…なるよね。後ろ前、そっち行くんかい。自転車、
転車自転車自転車急に来始めたぞ急に来始めた終わると分かる全種類見ましたね全種類見たいね、何キロか出しておきますね、今のシュールだな画面上でこうやってやればいけるんで、うん、あとまず歩道走っちゃダメだし歩道走っちゃダメだから僕らはヘクテルさんの動画にも出てるんでね、はいはい、ぜひチェックしてみてください、はい、概要欄にあるので、ぜひチェックしてください、はい、ということで以上、今日の水溜りボンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日、ありがとうございました。何が起きてるか見えない。やばやば、絶対無理じゃない？パンティいいだよ